中国共産党上層部の資産調査アメリカ情報機関が行動中中国の資本市場が低迷し数十年来の低水準になる アメリカメディアは先日、アメリカ情報機関が中国共産党、中共上層部の汚職や隠し財産に関する報告書を作成中だと明らかにしました。それには中共の党首や常務委員が含まれています。 もしこの報告書が発表されれば中共当局にとって大きな爆弾となり習近平とその他の指導部を恐怖に陥れると分析されています米軍と密接な関係があるメディア関係者ビル・ガーツ氏は4月10日付のワシントン・タイムズの記事でアメリカ情報機関が中共最高指導部の常任委員7人を調査していることを明らかにしました 2023年国受権法案第6501条により国家情報長官 DNI のアブリル・ヘインズ氏は昨年12月からブリンケン国務長官と協力し中共指導部の財産と腐敗に関する非機密報告を完成させ公表しました報告書の対象は習近平および中共高官です その中には205人の中央委員25人の政治局員と政治局常務委員さらに29人の省委員会当初期が含まれています時事評論家の習行記氏は4月14日付大紀元の機構でアメリカと西側同盟国の情報能力をもってすればアメリカは中共幹部の汚職や海外資産に関する多くの情報を入手したはずだと指摘しました ここ数年王貴山要欠地、王紀山、楊潔稚、王紀といった高官の家族が海外に資産を保有していることが暴露されています。2016年のパナマ文書スキャンダルでは、1100万件以上の法律、財務記録が世界中に流出しました。その中には、中共高官一家らがオフショア企業を利用して巨額の資金を隠していた証拠も含まれていました。 周行騎士によると、アメリカは多くの中共幹部の一家に関する情報を持っているといいます。数年前にも当時のアメリカトランプ大統領が在アメリカ中共幹部の子供180万人分のファイルを公開するとの噂がありました。 今年3月、ロイター通信はトランプ大統領が政権時代に中央情報局 CIA に権限を与え中国の SNS 上でバーチャル身分で秘密作戦を展開したと報じました習近平政権に関するマイナスな情報を発信したのですこれと同時に海外メディアにも汚職をした中共幹部が海外に隠した違法資産に関する情報や 一帯一路構想の腐敗や浪費に関する情報などいくつかの情報をリークしたといいますこの情報はすべて真実であり2019年に始まったこの作戦はこれまで一度も報道されたことがありません今アメリカの情報機関は中共トップの腐敗と隠し財産についてまた新たな報告書を作成中です 周氏は完成して公表されれば中共にとって巨大な爆弾となり波乱を巻き起こすだろうと述べました。ベテランのメディア関係者であるビル・ガーツ氏は上層部の汚職と資産に関する報告書は中共との関係を緩和しようとするバイデン政権の試みを台無しにするだろうと語りました。 中国問題専門家で元議会補佐官のポール・バーコウィッツ氏はこの報告書は中共指導者の見せかけの謙虚と自己犠牲の虚像を壊すのに役立つだろうと述べました。また中共幹部がいかに莫大な資材を築いてきたかを示すといいます。元外交官で元海兵隊大佐のグラントニャーシャム氏は自身の著書中国が攻めてくる時の中で 腐敗に対する国民の怒りは習近平と中共指導部を恐怖に陥れていると書いていますまた中共の腐敗問題は根深い共産主義体制にあり習近平はそれを根絶できないと主張しますさらにおそらく汚職の調査は500人の中共上層部とその家族から始め繰り返し広く公表することができると提案しました 周行記氏によると、ビル・ガーツ氏が間もなく発表される報告書をいち早くリークしたのは明らかに無作為の行為ではありません。政治、経済、軍事、技術などの分野で中共に打撃を与え、アメリカの努力を加速させるための措置だといいます。 今年3月、アメリカ下院委員会は、習近平と中共中央委員会のメンバー、及びその青年親族に、金融ビザ制裁を課す対中制裁法を可決したばかりです。制裁には財産の凍結、ビザの剥奪、ありとあらゆるものが含まれています。 2月末にはアメリカ下院の共和党研究委員会のハーン委員長とウィルソン議員をはじめ党派を超えた多数の議員が反共産主義中国法案を共同提案しましたこの法律は中共を標的にしたアメリカ議会史上最大かつ最も包括的な法案とされていますハーン委員長は法案を提出する際こう示しました アメリカの主権に対する中共の脅威は実際、現代のどの相手よりも大きいことを示している。アメリカは中共を脅威と同様に対処しなければならない。習行記者はこう分析しています。アメリカは複数の目標で中共を直接狙い、中共上層部の急所をつこうとしているようだ。 中共の上層部の腐敗と隠された財産に関する報告が公表され、中国でその影響が拡大すれば中共内部の崩壊を加速させるに違いない。時事評論家で秘天大学人文科学学部の副教授である章天領氏はこう考えています。中共上層部の腐敗情報を把握することはアメリカが中共上層部の経済的弱点を握る上で有利だ。 戦わずして人の兵を屈させる効果があり原子爆弾よりも人々に脅威を与える4月14日の番組「天領時分で小天領氏は次のように述べましたアメリカ下院には554号法案があり現在まだ採決されていない この法案では、台湾に対する中共の侵略脅威を抑止するために、アメリカ議会が財務省に対して、中共高官がアメリカ国内で所有する資産を公開し、報告書を提出することを要求している。翻訳成大白话就是说、我们想知道中共高官在哪有账户、然后呢、他们的直系亲属在哪有账户。那么、如果一旦中共入金台湾呢、美国将冻结、这些账户。我觉得美国他情报部分他第一有

一旦中共が台湾に侵攻しようとするとアメリカはこの報告書で中共と交渉するだろう最後のニュースです中国の株式資本市場の取引活動は数十年ぶりの最低水準になっていますこれは中国経済が発展する動力を失っていることを浮き彫りにし投資家の信頼に深刻な影響を与えています ディールロジックのデータによると今年に入ってから中国企業が中国国内で新規公開株式 IPO、すでに公開している株式の追加発行 FPO、他の証券に転換できる社債などで集めた資金はわずか64億ドル、約9900億円で過去最低水準となっています。 香港を含む海外市場での中国企業の資金調達額は16億ドル、約2500億円で2003年以来の最低水準になっています。さらに中国企業の国境を超えた企業買収の金額はわずか25億ドル、約3800億円で2005年以来の同時期の最低記録となっています。 これに対し2021年同期に中国企業は海外で610億ドル、約9兆4000億円相当の株式を発行し、これはこれまでのところ2024年の39倍です。国際債券市場において中国の企業、銀行、政府の借り手は今年現在までにわずか260億ドルの債券を発行しています。 昨年同期の240億ドルよりはわずかに高いですが、それでも2016年以来の最も低迷している数年の一つです。UOB 景品のウェルスマネジメントの最高投資責任者、王岸手はこう指摘しています。世界の投資家の中国への関心という点で、これは私のキャリアの中で間違いなく最悪の状況である。 昨年初め、中共当局は3年間続いたゼロコロナ政策を解除しました。しかし、力強い回復には至りませんでした。今年3月、中国の消費者物価指数 CPI は、前年同月比0.1%上昇にとどまり、過去1年間の大半の時間、デフレの圧力に直面しています。資本市場のデータは中国の金融システムがますます孤立化していることを示しています。 何年にもわたり国際銀行は中国の巨大な金融システムに参入しようと試みてきました。しかし現在業務活動の縮小に対処しなければなりません。国際企業もますます緊張する米中関係の地政学的情勢に対処しなければなりません。昨年緊張した情勢は国境を越えた企業買収にも影響を与えました。 しかし2023年同期には合併額は今年の金額の3倍以上でした銀行家たちはこう示しています世界債券市場での借り入れコストの上昇により中国の発行者が海外で借り入れるコストが相対的に高くなっている北米やヨーロッパの中央銀行とは対照的に中国は近年主な貸出金利を引き下げている 中国の不動産企業はかつてアジアの高利回り債券市場の主役でした。しかし過去2年間、中共による高レバレッジ株式取引規制により、中国の不動産企業による国際融資は実際すでに停止されています。 今日嘅疫情最前線就到呢度，多謝各位收睇，守護真相絕對唔會放棄，我哋嘅堅守需要大家大力嘅支持，更加需要大家訂閱我哋嘅 patreon。我係 Zack，下次再同大家見面。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's gone gene world.